振り切ろうとしたはずのこの手を必ず掴み直してくれた。どうしてそんなに期待するんだよ。本当は期待に応えたいよ。誰かのためになら前を向けるんだ。バカにされても一途な生き方だっていいんじゃない。言い訳ばかりしている自分が嫌で邪魔らない。期待に応えたいんだよ。これでも頑張っているんだよ。いくつも覚えられないし、一つのことしかできないけど、ならその一つを極めろと、一つできればそれでいいんだと。何度も逃げ出しては引きずり戻されて、怒られめちゃくちゃ鍛えられた。器用に生きれてないことは十分わかってる。頭でわかっていてもしゃがみ込んでしまうよ。誰かのためになら前を向けるんだ。バカにされても一途な生き方だっていいんじゃない。自分が一番自分のことが好きじゃない。ちゃんとしなきゃいけないっていつも思ってるけど、見える逃げるしなきますし、そりゃ嫌になるでしょ。でも変わりたいんだよ本当に、だから信じるよ。泣いても逃げてもいいけど、諦めることだけはしちゃいけない。今までの経験はいつか必ず報われる日が来るって。